どうも、ヌヌです。ドラゴンズクラウンプロ続きを遊びたいと思います。君はディーン王に謁見を求めた。しかしそこに現れたのは不安そうな顔をしたビビアン王女だった。即位をした後すぐにディーンは数人の友だけを連れて出かけたまま戻らないそうだ。しかし話を聞いた君は彼の性格を思い出していた。きっと何か考えあっての行動だ。少し不安もよぎったが君はそう思い直し、心配しすぎではないかと王女を慰めた。それから君は謁見の目的、つまり忍者への書状が必要であることを説明した。王女は事情を理解し、王の代理として要請書を作成してくれた。忍者に協力を要請する書状が手に入った。君は古のドラゴンについて知るため迷いの森に住む忍者に会いに行く。では迷いの森に忍者に会いに行きましょう。なぜかゲートは冒険者ギルドの指示で使用禁止になったようだ。あれ、遺跡が封鎖され近寄れない。ギルド長に話を聞いてみよう。なぜかゲートは冒険者ギルドの指示で使用禁止になったようだ。遺跡は君はなぜ町外れのゲートが封鎖されているのかギルド長に理由を尋ねた。話によるとゲートは突然不安定となり、どこに飛ばされるか予測がつかなくなったそうだ。なるほど。サミエルは慌てて封鎖を指示したらしい。そもそも町外れにゲートが現れたのが闇の魔術師らがルーン魔法でゲートを開いた影響だったとすれば、石が砕けたせいで不安定になってもおかしくない。ともかくゲートが封鎖されていては非常に不便だ。君はデタラメな転移でも構わないと訴えて強引に使用の許可をもらった。ギルド長サミエルは行きたい場所があるなら旅費は高くつくが、城壁近くの馬屋で馬を借りるという手もあると教えてくれた。君は今後どちらの移動を使用してもいい。ただしゲートは今までと違い、どの場所に出るかは運次第であることを念頭に入れておくように。戻った。ゲート使ってもいいけど行きたいところに行けるかどうかはわからないと。君は古のドラゴンについて知るため迷いの森に住む。とりあえず馬屋行ってみよう。540支払って馬屋を利用しますか。うん、利用しよう。迷いの森。迷いの森は来た道を見失うほどに同じような森林がどこまでも続く。森から出る道を知るのはこの森に隠れ住む忍者だけだと言われている。とりあえず箱を開けてもらって、これ食べ物食べよう。異様な気配に君が振り返ると岩の上に迷いの森の忍者らしい男がいた。名乗ろうとした君の声を遮って、面倒はごめんだと彼が先に叫んだ。
王国からだと言って書状を差し出すと、彼は怪訝な顔でそれを受け取る。書状に目を通した忍者は、古のドラゴンが蘇るはずはないと不敵に笑った。古のドラゴンは封印の地に化石となって眠っている。そこいらの者には行くこともできねば、ましてや眠りから覚ますことなど不可能だと言い切った。そして忍者はボロボロになった書物を何冊か投げてよこすと、そこに詳しく書かれていると言って、君が帰るべき道を指さした。君たちは忍者に教わったように地底湖を船で渡る。この水路を行くのが迷いの森を迷わず抜ける安全な道のようだ。おりゃなんか鎧着てるやつもいる。骨は回収していこう。渦に飲まれれば船は粉々になってしまうだろう。うまく渦を避けろ。渦を避けながら先に進むと。敵か。暴れないで。抜けたっぽいね。このクリスタルを持っていけるのか。これも砕ける。
ボロがいるじゃん。暗いね。ゲイザー。ゲイザーの一つ目に見つめられれば、魔法はすべてかき消えてしまう。いやー、痛い痛い痛い。ピョってるピョってる。カエルにされてる。武器を振るえ。君たちは異次元から来た魔法生物ゲイザーを倒すことができた。安全な道どころか、これほど危険な道もそうあるものではない。レベルアップ。迷いの森の忍者から預かった古のドラゴンに関するスーサスの研究書を持ち帰った。安定して、ああ結構強いかも。忍者から預かった本には古のドラゴンに関する研究が書かれている。ルカインの元で詳しく調べよう。いつ武器の武器とか防具とかの修理をしよう。いらっしゃい、どれにするの。迷えるものよ、何の用かな。あともう一人ぐらいな、復活させて。
安らかなる眠りを。はい、というわけで今回ここまでにします。ご視聴ありがとうございました。ぬぬのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。